はい、どうもこんにちは、なっちでございます。エヴァコラボ今日まであると思ったらさ、なかったわ自分で土曜日までです、気をつけてくださいとか言っときながらさ、なかったわ。やらかした完全に。だ、 BGM 聞けてない、素材集めれてない、だから突き上げも終わってないで、終わってから使ってみた動画出すっていう、この4大クソ野郎もうね、ほんとバカだよね、ウルトラバカだわ本当に。はい、ということで、ね、まあ、使わないわけにもいかないので、せっかく引いたからね、使いましょう。動画で、動画撮ったじゃないですか、エヴァコラボの、ガチャの。で、あの後に、10回ぐらいで本当に、ミルとカオルくんが出まして、一瞬で終わりましたね。ミルとカオルくんなんかおかしいな。ミルと、じゃあ、レイとカオルだね。はい、ということで使っていきたいんですけど、まあ、難しいらしい。で、普通の盤面だとかなり、シビアらしいので、フレンドはアテンで行きたいと思います。で、パーティー木染めです。まあ、アテンがフレンドにいること前提なんですけど、てかアテン未だに僕ね、ゲットできてないんでね。さあ、じゃあせっかくなら、このチャレンジダンジョン、7でも行ってみましょうか。うわぁ、すごい、結構いる。フレンドはすごいですね。で、アテンがいるかどうかなんですけど、光属性で副属性だよね、属性順。嫌な予感。頼むって。ねえ。この場合って何？カーリーでいいのか？カーリーでいいのかな？あんまりよくわかんない。そこ、ルーンエンハンスついてますしね。まあ、使う予定ないんですけど。あとミルのこの継承はつけるべきらしいですね。やっぱり欠損が激しいらしいんで。カーリー入れましょうか、じゃあ。闇カーリーでいいのかな？これで行ってみたいと思います。なんか違う気もするけどね。僕はアテンの予定だったんで、相性悪いとかないよね。4属性同時で3倍、5属性で、あ、5属性6倍も出るんだ。あ、で、さらに十字したら美味しいぜっていう感じね。なるほどね。いや、アテンじゃないとね、やっぱ盤面的にも厳しいんじゃないのかなって思ったんだけど。まあまあまあ、あえてね、辛いとこ行きましょう。オールドロップフォースに、ウングニール。なんか、あいつ、なんだっけ、フォークロアとかいそうなんで、一応こっち。いや、あくまで予想ですけど。なんかこういうとこにいそうなんでね、行きましょう。嘘だろ？まさかの特殊降臨じゃなくて、なんだっけ、レア進化ラッシュ1回みたいな感じですね。一回みたいな感じっていうか、一回ですね、これは。あ、危ない。81倍。めっちゃ消えました。木が消えてないんですね。木が消えたらもっと美味しいのかな。美味しいのかなっておかしいけど、強いのかな。全属性あるんで、頑張って組んでみたいと思います。よいしょ。特にスキルダメとかせずにね。待って、闇が遠いよ。操作時間かなりあるんで、ゆっくりね、落ち着いて。さあ、これで何倍出るんでしょうか。324倍。なんすかこれ、なんすかこれ。痛い。かわいそうに。ちょっと弱くない？ちょっとあれ、男女間違えたかな。7、なんか8が結構難しかったから、7もそれなりの難易度あんのかなと思ったら、そうでもないみたいですね。で、これ36出るもんね。強いよね。普通にだってこれだけでも十分じゃない？火力的には。十分ではないけど、まあ、でも100万近くはやっぱウェイとか入れたら出ますよね。で、ウェイが2つあるからさ。お、いいやつ来たね。じゃあここらで、オールドロップチェンジで回復5個あります。素晴らしい。あとは倒せるかっていう問題なんですよね。キラーは入らないけど、ラグドラキラーなら入る。違う、ラグドラじゃない。バルボアキラーなら入るんで、バルボアくんに頑張っていただきましょう。入りますよね。入るよね。意外と楽しいね。割とその欠損はまあするんだけど、十字が、まあでも、いざという時に欠損なんだこいつ。いざという時に欠損するのがこのゲームなんでね。じゃあ一応アストレイミスト使っといて、絶対なんかしてくるんだよ、こいつ根性で。発狂耐えれるかまでは知らないけど、一応やってみたいと思います。
木ないけど大丈夫かな。それもちょっと不安だよね。行きましょう。うわ、なんか地味。81倍、どうでしょう。 OK からの、うわえぐ。まあでもね、陣があるんでね、大丈夫。よし、しかも5個ある、いいね。陣に恵まれましたね今回は。こんなもんなのかな。でも意外とこんなもんだったりしてね。いや、あんまりその陣で結霜水を汲みたかった時代が僕にもありました。てか1でいいんだよなこれな。はい、お疲れ様でした。いやー、なんだろうな、まあ面白いけど、やっぱアテンで使ってみたかった感はあるよね。なので多分この動画出したら、心優しい誰かがアテンを出してくれると思うので、またアテンがいたらね、使ってみたいと思います。結構ツイッターでもね、アテンと組んだ方が強いみたいな話を聞いたことがある。聞いたというか使いやすいかな、うん、強いのは多分こっちなんだけど、多分ねアテンの方が安定感はあるよね。ということで、またアテンがいたら使ってみたいと思います。以上、ミルスーツのレイをね、コラボ終わってからですが使ってみたというクソ動画でございました。バイバイ。